今日この軍艦島を大分市の鶴崎工業高校の生徒が遠隔で見学しました。見ているのは中継映像です。軍艦島に配置されたアバターロボットを生徒が操作して映しているもので、県が長崎市の協力を得て立ち入り禁止区域の中まで特別に入らせてもらっているということです。アバターを活用しての軍艦島見学は初の試みだということです。観光とかでは見れない景色を見れたり、崩壊しかけているところにも昔からの歴史の背景だったりを感じることができたので、とても貴重な経験になりました。ロボットを操作するのは憧れてたので、ちょっと楽しかったです。県は先端技術の活用につながればと話しています。